こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、人手にそっくりな海の生物、クモヒトデって知ってるか？もしかして、海岸で石とかひっくり返すとうねうねと腕を動かしながら逃げていくやつ？そうそう、足の動き方がタコと似ているから、間違えてしまうこともあるみたいなんだけど、1から2センチくらいの小さくて不思議な動きをしている生物がいたらクモヒトデかもしれないぜ。あれって人手の仲間だったんだね。いや、人手の名前を持つが、人手ではない。今回はそんな海の生物、クモヒトデについて詳しく解説するぜ。なんだかわからないけど面白そう。それではゆっくりしていってね。クモヒトデの見た目はヒトデと、そっくりなんだ。でもヒトデじゃないんでしょ？専門的には、玉皮動物門クモヒトデ科というグループに分類されている。玉皮動物門にはクモヒトデの他にも、ウミユリ科、ヒトデ科、ウニ科、ナマコ科が含まれるんだ。ヒトデもクモヒトデも玉皮動物門に含まれてはいるんだね。それでもナマコやウニが全く違う生物のように、ヒトデもクモヒトデも全く違う生物なんだ。クモヒトデは玉皮動物の中でも、クモヒトデ科に属する総称だ。柔軟な腕を足として使い、海底を張って移動する。近縁であるヒトデのように移動に、管束を使わないことが特徴なんだ。管束って？玉皮動物に見られる器官で、大量に多数あって内部に液体が入り、伸び縮みする。運動や感覚などに関わる器官とされているぜ。ふむふむ。一般にクモヒトデ類は、5本のムチ状の腕を持っている。腕の長さが約60センチに達する種類もいるんだぜ。マジかよ、驚きの長さだね。クモヒトデは、2種類の主要分岐群に分かれている。それは、クモヒトデ目と、幽霊モズル目だ。ほとんどのクモヒトデ類は、通常、人の訪れるような浅瀬では目にすることができないとされている。じゃあ、私が見たのはレアキャラだったんだね。クモヒトデ類は多様性の高い生物だから、サンゴ礁のような浅瀬にも生息はしてるんだ。現在、約2100種類ものクモヒトデ類が確認されている。多くの種は、約500メートル以上の深い海底にも生息しているぜ。どこにでもいるの？極地から熱帯に至るすべての海域に分布している。ウミユリ類、ナマコ類、クモヒトデ類は、500メートルよりも深い海洋底を支配していると言っても過言ではないぜ。テズルモズル類は、さらに深海に分布しているんだ。深いところは得意なわけね。クモヒトデ類は約6000メートル以上の深海にも生息しているのが確認されているぜ。だけど、浅瀬であるサンゴ礁においても重要な構成要素なんだ。サンゴ礁では、岩の影や他の生物の内部にまで潜り込んで隠れて生息している。結構適応能力高いのね。約2100種の中の何種類かのクモヒトデ類は海水だけでなく気水にも耐えることができるという、他の極秘動物では見ることのできない特異性も持ち合わせている。そっちもいけちゃうの？クモヒトデ類は、古生代オルドビス期初期の約5億年前に分岐したグループなんだ。英名である、ブリトルスターは、脆い星型のものという意味で、この名前が示す通り化石の状態は非常に脆く、バラバラになりやすいのが特徴だ。化石になると弱いのね。クモヒトデ類は、他の極秘動物と同様に炭酸カルシウムの骨格を備えている。結合して層交板のような形状になってるぜ。そして生態構造にはかなり明確に5つの対象軸を持っている。中央の板に結合した5つの腕を持つ点において、その外形はヒトデ科とそっくりだ。だけど、クモヒトデ類では腕と板がはっきりと区別できる点が異なっているんだ。ほほう、板には全ての内臓が含まれている。つまり、ヒトデ科とは異なり、強化器官や生殖器官は腕には入っていない。クモヒトデ類の口の周辺には5つの顎があり、巨大な袋状で出口のない胃がそれに続いている。胃はとても大きく、板の背面側のほとんど全てを占めているほどだ。ほぼ胃袋。全てのクモヒトデ類は、腸と肛門がない。代わりに胃に織り込まれた10個の脳上部分を使うぜ。ガス交換と老廃物の排出には、繊毛で裏打ちされた。バーサーと呼ばれる別の液脳を用いている。生殖脳はどこについてるの？板の通常海底側の腹側部表面、腕と腕の基部の間に開口する。典型的なものでは10個の生殖脳が存在し、それぞれの生殖脳は胃の消化脳と交互に並んでいるぜ。へぇ、クモヒトデ類のほとんどの種は雌雄同体なんだ。板内の生殖腺は生殖脳に開口していて、配偶子は生殖脳を通って自然に放出される。生殖脳の内部で幼生を育てている種も多いぜ。そうなんだ。クモヒトデ類の体高は他の極秘動物に比べてとても縮小している。神経系は板の内部の周辺に配置する主要神経管から構成されていて、各腕の基部、つまり根本の部分で神経管は腕の先端に達する放射神経系につながっているんだ。構造としての目を備えてはいないけど、
表皮に存在する受容体によって多少は光を感知することができるぜ。腕の方は？クモヒトデモクという霊もズルモクのどちらも、5つの細長い柔軟性のあるムチのような腕を備えている。炭酸カルシウムの板でできた、ちょうど脊椎骨のように、お互いに連結し合った構造の腕骨が、内部から腕を支えているぜ。最長60センチって言ってたね、キモい。腕骨は球状の突起を手のひらがくるむ形の関節を備えていて、筋肉によって制御されている。腕と腕には、方解石の骨盤と華奢な棘があって、手ズルもズル類は巨大だけど、構造は同じだ。ただし、腕は何段階も分岐している。クモヒトデ類の観測は、一般には感覚器官として機能しているから、ヒトデ類のような形で捕食のために用いることはないぜ。でも移動は腕を使うんだよね。長い腕をくねらせながら見た目よりもずっと俊敏に移動するぜ。腕にはかなりの柔軟性があって、蛇のようなタコのような、まるで漕ぐような動きをするんだ。面白いね。餌は何を食べるの？ほとんどのクモヒトデ類の食性は、腐肉食性かデトリタスと呼ばれる懸濁物を食物としている。ヒトデ類は肉食性だから、この点も違う種であるポイントだな。観測を使い有機物の微粒子を口に運ぶ。小さな甲殻類や柔らかい小動物を捕食することも稀にあるようだ。テズルモズル類は特に懸濁物食で、粘膜で覆われたいくつもに分かれた腕でプランクトンやバクテリアを捕らえて食べるぜ。クモヒトデ類がどのように進化してきたのかは、まだはっきりとは分かっていない。現在も研究が進められている生物の一つなんだ。これまでの調査で珍しい種もいろいろ見つかってきたぜ。へぇ、まだまだわからないことだらけってことか。たくさんのクモヒトデ類から DNA を採取することで、遺伝情報から系統を推定し様々な角度からどのように進化をしてきたのかを探っているぜ。テズルモズルっていうのがさっきも出てきたと思うけど、テズルモズルの分類は、極秘動物門クモヒトデ項だ。テズルモズルは数多く確認されているクモヒトデの中でも、深海に生息する巨大なクモヒトデ類の仲間なんだ。大きいんだ。クモヒトデ項の中のツクルモヒトデ目に属しているんだけど、ツルクモヒトデ目は他の目とは形態的に、腕身の配置で見分けることができるぜ。腕身って？クモヒトデの腕に生えている微小な骨片でウニのトゲが小さくなったようなものやカギ爪状など、様々な形状が確認されている。この腕身の生じる位置がツルクモヒトデ目では腕の口側なのに対し、その他のクモヒトデでは腕の側面なので、見分けることができるんだ。どうしてツルクモヒトデなんて名前がついてるの？その名の通り、ツルのように腕をサンゴなどに巻きつけて暮らしていて、この腕身の位置はサンゴに絡みやすいように進化したものなのかもしれないな。なるほどね。テズルモズルとは、ツルクモヒトデ目の中の腕が分岐するクモヒトデだ。実物を見る機会があるなら、ぜひ見てほしいぜ。羊の丸くなる角が無数に重なり合い絡み合い巨大になったような、非常に不可思議な形状をしているからな。本物みたいなぁ。テズルモズルの奇妙に分岐した腕の形状は、効率よくプランクトンなどを捕らえて捕食するために進化したものと考えられている。だけど、テズルモズルは進化的にまとまった分類群ではないんだ。そうなんだ。ツルクモヒトデ目は現在5つの、科に分けられているけど、テズルモズルはそのうち、系統に近縁な2つの科に別々に存在するんだ。ツルクモヒトデ目の祖先は、腕が分岐していなかったと考えられているため、そのような祖先から、少なくとも2回の、テズルモズル化が起こったものと考えられている。ほほう。科のレベルの違いは哺乳類に置き換えると、犬か、アシカか、クマかくらいの違いがあるってことよね。結構明確に違うよ。公開でサメ肌テズルモズルを観察した研究例によると、サメ肌テズルモズルは昼間には特定の岩の隙間などに腕を丸めて潜んでいて、日が暮れるとそこから抜け出し、潮の流れの速い岩やサンゴのてっぺんなどに移動し、夜間ずっとその腕を海中に広げて餌を取り続けているらしい。そして朝日とともに、また元いた場所に帰っていく、というサイクルで生活している。なんだか可愛いなぁ。でも、テズルモズルが何を食べているのかは、実は詳しくわかっていない。水族館でも飼育されているものは、オキアミなどをあげているそうだ。ツルクモヒトデ目は約190種近くが確認されているけど、詳しい形似的な観察例はあまり確認されていないんだ。そっかぁ。その他、腕の動かし方や発生様式の一部についてもごく限られた種に関する研究がある以外、ほとんどが謎に包まれたままになっている生物でもある。謎だらけ。未だに解明されていない謎が多いのは、テズルモズルのほとんどが深海性の種であるということが挙げられる。他のクモヒトデと同様に浅瀬に見られる種もいるけど、磯を歩いている程度で見つけることはほとんどない。海に潜らなければテズルモズルには会うこともできないんだ。隠れてるしね。
テズルモズルが夜行性であることも研究が進められていない要因の一つだ。昼間はほとんどの種が岩の奥深くに潜んでしまっているし、引っ張り出すわけにもいかないからな。テズルモズルが奇妙に絡み合った腕を海中に目いっぱい広げる神秘的な姿を見るためには、いろんな問題を解決する必要がありそうだね。研究や観察が進まない要因は他にもあるぜ。飼育が難しいんだ。流れが速い場所に生息するテズルモズルは綺麗な水を好むようで、テズルモズルが好みの海流や水質を飼育条件下で再現するためには、水族館のように大掛かりな施設が必要だ。そして、水族館であっても非常に難しいともされている。そっか。そして、最後の要因は、大型であるということ。テズルモズルは腕を広げると約1メートル以上になる種も多い。研究施設であっても採取した標本やサンプルを保管しておくスペースを確保するのも難しい。研究したくても研究をするためのハードルが高くなってしまって、敬遠されがちなのかもしれないね。でも逆に研究が進められれば、新発見も多い生物なのかもしれない。これから先、テズルモズルの秘密が明らかになっていくかもな。クモヒトデ類は世界で約2100種が確認されているけど、日本でも約350種が記録されている。日本のクモヒトデ類は、長官帯などの浅瀬や、調査船で行けるような深海約200メートルまで生息している。近年のスキューバ潜水での採取によって、水深数十メートルより新種や希少種の発見が相次いでいる。へぇ？近年の水中カメラの普及によって、水深帯の生物の観察が可能になっている。和歌山県白浜町畑島で1968年に記録されている、ウチノミクモヒトデは、2022年に和歌山県のレッドリスト絶滅危惧種にも指定されている。日本に生息しているクモヒトデの仲間だけど、最新の機械などを使用することで、その生態や本種と形態の異なる、多身上壁クモヒトデも発見されている。水中カメラも相当良くなってるだろうしね。日本では、クモヒトデの化石も発見されている。肉眼で確認が難しいサイズの化石は、微化石と呼ばれ、古環境を推定するための有用な材料として用いられる。代表的なものでは、有効虫や、海景虫、珪藻などが知られている。そんな小さいものも化石とわかるんだね。東京大学大学院理学系研究科の岡西正則特任助教らの研究グループは、神奈川県三浦半島にある横須賀層大津サデイブ層、約1から13万年前の地層から、玉皮動物であるクモヒトデ9種の腕の骨片化石を発見した。おお、クモヒトデ類の体は数ミリの炭酸カルシウムでできた骨片が組み合わさって構成されている。死後はそれらがバラバラに分離するんだ。近年、三浦半島の別の地層である、宮田層より、この骨片化石が発見されてきたけど、単種の記載報告が2方知られるのみとなっていた。そうだったんだ。単一の地層における骨片化石に基づくクモヒトデ章の解明は、インドから西太平洋地域では初となるのだそうだ。とても小さな化石から、大きな発見につながる可能性も秘めていたのかもしれないね。化石として発見された旧種について、相模湾に現在分布している。クモヒトデ類の水深も含めた生息環境との比較による古環境推定を行った結果、大津サデイブ層の堆積環境が、水深80メートル以深の大陸だな、または大陸斜面であったことが推測された。これは、先行研究による貝類化石を用いた古環境推定の結果とも概ね一致していた。今後、クモヒトデ類の骨片化石を用いた古環境の推定が進展されることも期待されるね。クモヒトデ類は、多くが体長数センチから十数センチほどの大きさをしているけど、その体を構成する数ミリほどの炭酸カルシウムの骨片が死後に分離して堆積物中に埋没し、化石として残りやすい特性を持っている。欧米や米国では、この骨片の化石が地層化石として古い環境の復元に用いられている。一方の日本においては、クモヒトデの全身が保存された化石の研究はされているものの、骨片化石の研究は、さっきの宮田層から2種が発見されるのみだった。ほほう、骨片化石は全身化石よりも存在量が大きいと推定されていて、さらなる地層調査によって多くの種が発見されると予想されて、各地で調査が続けられていたようだ。今回の調査では、約37キロに及ぶ堆積物から小さな化石を拾い出す、気の遠くなるような作業を続け、約1から4ミリほどの小さなクモヒトデ類の腕の骨片化石が約2800個認められた。ひゃあ、37キロから2800個って多いのか少ないのかわからないけど、努力の結果だね。原生種の腕の骨片との詳細な形態比較を行った結果、テズルモズル科の一種、フサクモヒトデ科の一種、ミツアナクモヒトデ種の一種、ジュズクモヒトデ属の一種、トゲクモヒトデ属の一種、アワハダクモヒトデ属の一種、アカハコクモヒトデ、
クシノハクモヒトデ、モザイククモヒトデの系球種と認められた。ふむふむ。今回の研究でいられた球種の骨片化石から認められた原生種のクモヒトデ類の体長は、数センチから約20センチほどの種が含まれていた。このうち、テズルモズルカの一種と赤箱クモヒトデ以外の7種は、インドから西太平洋地域では初めての化石としての発見で、アワハダクモヒトデ属の一種、クシノハクモヒトデ、モザイククモヒトデの、化石としての発見は世界で初めてだったんだ。すごいじゃん。また、赤箱クモヒトデ、クシノハクモヒトデ、モザイククモヒトデの3種は、現在でも相模湾の水深約80から400メートルの砂泥底に広く生息していて、ジュズクモヒトデ属、ミツアナクモヒトデ属もおおむね同様の水深に生息しているぜ。そうなんだ。一方でクサクモヒトデ科とアワハダクモヒトデ属は基本的には浅瀬に生息しているけど、これらの骨片化石は全て摩耗が著しいことから、その生息地で化石になったものではなく、堆積物とは別の浅い場所から運搬されたものと推測された。なるほどね。以上のことから、旧種の骨片化石が堆積した環境は、前回からの流れ込みがある陸棚から陸棚斜面であったことが推測され、その水深は約80センチ以深であったと考えられている。この研究で、クモヒトデ類の骨片化石は湖環境を推定する上での有用な研究対象であることが示された。役に立つやつだなぁ。この研究、調査では、インドから西太平洋海域である日本の地層より、複数種のクモヒトデ類の骨片化石を初めて発掘し、種を同定することで湖環境推定への有用性を知ることができた。このうち3種は原生種に同定できたため、今後の相模湾周辺のより多くの地層から骨片化石を発掘し、周辺も含めた幅広い海域に現在生息する種と比較することで、この海域における地層時代から現在までのクモヒトデの生物層を復元できると考えられた。うんうん。相模湾からはこれまでに約100種以上のクモヒトデが記録されている。その中で、ここの骨片の詳しい形態の記載があるものはごくわずかだ。相模湾の原生種を正確に分類し、その骨片の形態を把握することで、日本の地層に多様に埋在している骨片化石に検討ができるようになり、日本列島やその海洋生物の多様性の成り立ちに関する重要な知見につながる可能性もあるのかもしれない。相模湾重要ポイントだね。発見された骨片化石で最も個数が多かったのは赤箱クモヒトデで、その数はなんと、2457個。その存在量が非常に大きい。各層から定量的に堆積物を収集することで、湖環境推定によく用いられる生物たちと同じように、微化石の分野における新たな研究対象になっていくのかもしれないな。クモヒトデはアクアリウムを趣味としている場合は、身近な生物であったりもする。特に海水水槽の場合、ライブロックなどを導入した時、紛れ込んでいる場合があるんだ。そうなんだ。ふと水槽を見ていると、岩やブロックの隙間から、ゆらゆらと2から3本の足が揺れて見えることがあるかもしれない。その触手のような足はとても小さいはずだ。なんだこれは？と驚いちゃうよね。それは何かにくっついて水槽に紛れ込んだクモヒトデの可能性が高い。まるでイゾギンチャクに見えるかもしれないけど、細長いトゲトゲがたくさんついた足の場合、おそらくクモヒトデだ。触っても特に痛くないトゲだから安心してくれ。クモヒトデ飼えちゃうんだね。クモヒトデは水槽内で繁殖できない、とも言われているけど、環境が整っていれば勝手に増えていくぜ。クモヒトデは、海の掃除屋の名前で呼ばれることもある生物でデトリタス食だから、水槽内をきれいにしてくれるとってもありがたい生物なんだ。めっちゃいいやん。海水水槽で環境さえ整っていれば、特に気をつけなければいけないこともない。水槽内の汚れを食べるから、特別な餌が必要なわけでもないしな。だけど、人工の魚用の餌も好んで食べるようだ。なんでもいいんだ。繁殖方法は、クモヒトデの種にもよるけど様々だ。体が2つに割れて無性的に増えるものや、卵体性のものもいるけど、多くのクモヒトデは放卵、放精を行い海中で受精する。ほほう。幼生は極秘動物の仲間であるウニと同じプルテウス型で、浮遊生活を送った後変態して定性生活に入る。保育習慣を持つ種もあるけど、その場合には浮遊幼生期を経ず、生殖の内で直接発生して生殖の右壁より栄養の補給を受ける。どのくらい生きるの？寿命は種での差もあるけど約3年ぐらいのものが多いようだ。長いものでは約10年以上と推定される種もあるけど、まあ稀だろう。もし水槽内のクモヒトデが長く生きる種だったら、末長く可愛がってあげてくれ。なんだか飼ってみたくなってきたよ。クモヒトデの入手方法としては販売している場合もある。だけど、海岸で拾ってきた海藻や岩、貝殻などを、水槽内に導入した場合にたまたまついてきてしまう場合も多い。
浅瀬にクモヒトデが生息している地域であれば、岩などをひっくり返せば見つかるかも。多くのクモヒトデは夜行性だ。昼間は岩の奥などでひっそり足を伸ばす程度の動きしかしてないし、捕まえようとしてもくねくねと足を動かして器用に逃げてしまう。だから、カキの殻や海で拾った海藻などにたまたまついているかもしれないという可能性にかけてみてくれ。なかなか厳しいね。水槽に入れる時にはよく洗いたくなるかもしれないけど、ぐっと我慢して取ってきてそのままの素材であれば、もしかしたらクモヒトデを自宅の水槽で観察することができるかもしれないな。可能性はあるということだもんね。さて、クモヒトデとは何者なのかを紐解いてきたけど、どうだった？古い時代から生息している、多様性に富んだ生物だったね。生態も姿も、非常に個性的で、まだまだ謎に包まれ研究され続けている。化石の姿のクモヒトデも、原生種としてのクモヒトデも、これから新たな発見があるかもしれない。日本にも多く生息しているようだから、海に行ったら探してみようかな。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。